か。どういうこと？どういうことかって言ったら、例えばね、俺の財宝か、欲しけりゃくれてやるぜ、探してみろ、この世の全てをそこに置いてきた、ロジャーということなんですよ。おっとっと、ごめんよ。えぇ、ー、おー、ついに間違える時。どうも、こいちです。クイズ王、トヤです。はい、クイズ王。はい、いつからそんなになった？いや、あちらでもやっぱりクイズの猛者と呼ばれてるんですよ、最近。読んだんそれを。誰にも呼ばれてないです。自称です。自称やろ。はい、住所って無職のやつと一緒やん。いや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 、住所はここ。クイズを出すのは私。はい、というわけで今日の企画はコエッキーさんにいきなりクイズを出してみるよ。はい、というわけで今日の企画何やるかっていう話なんですけども、何言うよって今日だって名言でしょ。え、名言？そんな聞くやらないですよ。は？もう名言クイズこの間やったじゃないですか。それはもう終わりました。はい、今日やるクイズとしては、ワンピース、このセリフは誰の発想なのセリフクイズ。はい、というわけでワンピースね、もう死ぬほどキャラクターいっぱい出てくるわけじゃないですか。死ぬほどいっぱいキャラクターがいる。モブの名言を取り上げようってまとめるって言ったよ。いや、それはまた今度やりましょう。今日は違いまして、何やるかって言いますと、クイズ。そう、クイズ。は、小池さんが試される企画なんですが。え、なんで？もしかしてモブのまとめしてこられました？いや、だってそれ発表するって言うからさ。私は全然してないんで、考えてきてる。今日はそれはもう置いといてもらって。え無駄になった調べたのが。そりゃそうだよな、モブの名言まとめで再生されるのかな。いやいやいや、モブの名言見たいという人は高評価をしといてください。そうでしょ。例題なんですけど、ちょっと違う、なんつったタイトル。タイトル、ワンピース、あのキャラはこう言ってたクイズ。ほんま？もしかしたら変わってるかもしれないんですけど、はい、どういうこと？どういうことかって言ったら、例えばね、俺の財宝か、欲しけりゃくれてやるぜ、探してみろ、この世の全てをそこに置いてきた、ロジャー？ということなんですよ。え、私がロジャーが初めて出てきた財宝がこれじゃないですか。言えてる今。言えてます。初めてロジャーが出てきた、まあ、ワンピースの一番最初のセリフですよ。1ページ目のセリフやからね。これじゃないですか、うん、じゃあこのセリフを言った後に言ったキャラを当てるっていうクイズ。あー、だから初登場した時のキャラのセリフなんだ。そうです。海賊王に俺はなるとかでしょ。だからルフィだったら。いや、そうじゃなくて、ルフィだったら、あの最初ナイフで傷つけた時のセリフです。あー、そうか、そうか。初登場した時のセリフなんだ。そう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 。いや、分かったっておかしいよね。じゃあ早速第1問からやっていきます。何問あるの？20問あります。結構あるよ。はい、というわけで今日は20問やっていきます。はい、第1問。ああ、私は夢でも見ているのかしら。こんなに広い海で人に出会えるなんて。終わった。終わりました。え、ここ答えね。はい、どうぞどうぞ。じゃあ何これ。押すボタンやんぞ。一人しかおれへんから意味ないやんか。意味ないですから。むなしいわ。何と戦ってんの俺はこれで。自分と戦ですね。は、自分とですね。大事なところ噛む今の。ナミさん正解。船にね、横たわってるとこやったもんね、ナミさん。そう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 、はい、すぐみんな騙されてた時代ですね。じゃあ第2問。よく張り紙を読んでこい。最低額7000万ベリーの賞金組、それ以下の船長の交渉を受け付けねえ。はい、デマロブラック正解。おっしゃ、こちら早押しクイズじゃないんで、はい、全部読ませてくれていいんですよ。あ、そう。あ、はい、ちょっと悩んだわ、他の一味と。全然悩んでなかった今。すぐ押しちゃった。すぐ押してた。あ、もっとダメなの。そう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 。あ、だっていつ終わりか分かんないからさ。あ、なるほど。で、第3問。はい、すいません、これ無言も表してるんですよ。あ、無言っていうセリフね。そうそう、暇つぶし。終わった。終わりました。ミホーク。おお、この辺はまだ簡単ですか。まあ簡単ですね。なるほど、さすがワンピースマニアって言われてることありますね。結構その初登場のシーンって覚えてるやんか。はい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 。だから意外と簡単かも。じゃあ第4問、はい、ルフィ、お頭の気持ちも少しは組んでやれよ。ベックマン。それもしかしてベン・ベックマンさんのことですか。そうよ。他に誰がおんの。兄弟おった。正解。急にルフィっていうかびっくりしたわ。海賊にね、なりたい、連れてってくれよって言ったとこやもんな。そう。じゃあ次行きます。はい、バカね、おとりなんて。おり、おりです。おっと、お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 、ちょっと待って、もう一回言って。バカね、おとりなんて。ロビン。あ、ミスオールサンデー。おー、ロビン言うたらね、アウトーって言ってたんですけどね。絶対性格悪いか、そういう。はい、じゃあ次行きます。一応男性か女性か使い分けてくれてるんだ。それはヒントやね。はい、かわいそう。苦しかったろ。一応即死させてやれなかった。だがそれもまた巡り合わせ、お前の日々の行いの賜物なのである。バンオーガ。バンオーガ、はい、正解。狙撃手なんですよね、バンオーガ。そう、ね、だからその鳥を撃ってた時のセリフだよね、多分。
次いきます、はい、くだらん真似をするな、貴様ら戦争でもしに来たのか。戦国。正解。の、の、の、今変な間は二のもんたみたいな間は何なん今の。いや、答え変えてくるからと揺さぶったんですけど、揺さぶれてなかった。大丈夫ですよ。なるほど、じゃあ次いきます。意外と簡単やろ。いや、これ結構すごいと思いますけどね。じゃあもう一つ聞くけど、麦わら帽子をかぶった海賊がここへ来たか。エース。正解。やりますね。はい、逆走した時やもんな。そう。おっとっと、ごめんよ。え、おっとっと、ごめんよ。えー、おー、ついに間違える時が来ましたか。今日もあれですからね、2問まではセーフですけど、それ以上は私の勝ちという。え、なになになに、2問まではセーフ、3間違えたアウト。3間違えたら私の勝ち。は、え、ちょっと、もうないの。もうないんだね。ないです。ないですってなんなん。え、欲しいですか、追加のヒント。ヒントあんの。まだありますよ、はい、この続くのは、おっとっと、ごめんよ。はぁ、6のやつはいない、この一族は。一族。え、誰。ワンピースで一族といえば D ですね、はい、D の一族を見てルフィの配信見ながら言ってるんですよ。誰誰。いや、わからん。誰。残念。青生地です。あー、せや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 、そう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 、そうやんか。もう、はい、青生地。いや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 、アウトです。アウト。あー、そうやな。はい、そうそうそう、ガープのこととかも頭にあるからな。そう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 。はい、じゃあ次いきます。いや、ちょっと悔しいな。だって青生地がまさかそれが一言目っていうのはちょっと想像できんかったな。なるほど、うん、やったぜ。じゃあ次いきます。はいはい。優雅なたちが麦わらの一味かね。稲嵐。正解。あ、簡単。なるほど、次いきます。せ、ぜ、はぁ、誰も逃げやせわ。以上やな。以上です。ジンベ、はい、あの、捕まってた時にね、ボコボコにされながらね、インペルダウンでね、はい、じゃあ次いきます。だからよ、左大臣ガオってことです。あれ、もしかしてガオでバレましたよ。そうそう、最悪や。いや、そんな、なんでそ、え、問題の基準が分からへんわ。え、本当ですか。うん、私的にはもう俺、この最初の3問以外は結構難しいかなと思ってるんですけど。そうなの。はい、でもビクロスって、逆にそれが一言目なんだってちょっと勉強になるわ。なるほど。魚人とやもな、確かに魚人だろうな。はい、じゃ次いきます。次、ちょっと難しいですよ。おう。え、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 は、もう一回いきましょうか。音声バグ。噛んでるわけじゃないです。もう一回いきますね。え、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 どうだろう。え、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 何個あんの。いっぱいあります。何いっぱいあるって。もういっぱいあるやん。モブキャラとかなしにしてよ、ちょっと。いや、ちょっとそれは何とも言えないですね。え、でもね、これヒントを言うと、わー、これあります。そうだね。あります。え、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 スリラーバーグの恋たち。いや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 、幅が広い。言ってなかった。え、え、え、残念。え、正解はエリマキランナーズです。似たようなもんやんか。そんなもん。エリマキランナーズ難しかった。だから、え、聞いてるやつがいるんだ。あ、そう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 。なるほど。いや、もっと強調して言ってくれないと分からへんの。結構言ってたんですけどね。え、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 観光会、それとも戦争会。観光会、それとも戦争会。なぜピーカみたいな感じになったん急に。こっちの方が近いかなって。嘘やろ。えぇ、ー、いや、ちょっと微妙っすね、どっちも。それとも戦争会。はい。えぇ、ー、観光会、それとも戦争会。観光後は戦争。ほんまやな。いやいやいや、そうは言ってなかった。そういうキャラでもないっす。ちょっと待ってな、なんか聞いたことあるわ、そら。でも、そこほんと、戦国言っちゃったしな。じゃあヒントはちょっと言うかな。ヒント？うん。ワーコレあったかな、こいつ。じゃあワーコレがあるかないか俺どうでもいいんだ。そんなヒントはどうでもいい。エリマキランナーズが出てくるわけないやん、そこで。ヒントは、お金を取るキャラっす。お金を取ることが仕事です。え、あいつ名前何やったっけ。ちょっと待って。あの、空島のババアなんて名前やったっけ。アマゾン。正解。よく思い出されましたね。空島のババアやと笑ってまいりました。
一回ね、あのワールドコレクタブルフィギュアババアっていうラインナップを作ろうと思って自分の中で、それで調べたんや。なるほどなるほどなるほど、はい、ちょっと難易度上がったな。じゃあ初登場シーンの一言っていうか、あいつ登場シーンがそんなないからやめてくれそういうの。あ、ちなみにエレマキランナーズはね、これええ言うてるだけそこです。でしかないよね、はい、初登場で一言で以後セリフ出しはやめてよ本当に。次行きまーす、はい、あ、いらっしゃい。はいらっしゃい。これよく行くホットモットやろ。ホットモットの人ね、へへへなんて言わない。あ、いらっしゃいませーって言ってくれます。もう一回見て。へへへ、あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。何いらっしゃいませって大黒風に。いや、大黒ドラッグやれ。大特価ですってなさる。そうです、そうです、そうです。へへへ、いらっしゃい。ね、ヒント、ヒントヒントはこのへへへっす。これめっちゃヒントっす。へへへが、へへへが、え、いらっしゃい、いらっしゃい、へへへっていうのヒントか。めっちゃヒントっすね。もうちょっと違うヒントなの。もうちょっと違うヒント。見てる人わかんないよ、ちょっと置いてけぼりになってる。もうちょっとやつ、もうちょっと違うヒントか。ルフィに負けます。ルフィに負ける。はい、いらっしゃいって言ってるんだよね。いらっしゃい言ってます。ルフィと戦った相手で、はい、なおかつお店なんだよね多分ね。いらっしゃいってことは、それはなんとも言えないですね。ちょっと自信ないよ。はい、いい。ブルーノ。正解。おっしゃ。へへへってヒント。ヒントですよ。どこがヒントなの。いや、めっちゃ言ってますよ。へへへ、そんな言うてた。あいつ、私ヒントで800通りって言って言いかけたんですけど、うん、これはダメだと思ってやめました。それだったら分かるな。そう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 、ちょっと後でタカさん聞いてみます。はい、じゃあ次行きまーす。俺は海賊が好きだ。俺は海賊が好きだ。なんか聞いたことあるなぁ。俺は海賊が好きだ。ほんまやな。いや、こんな感じでは言ってなかったです。海賊が好きだ。はい、ちょっとヒントかな。ヒント、ヒント死んでます。は、お亡くなりになられてます。お亡くなりになってるの。はい、だって作中結構死んだって珍しいからな。ヒルル君正解。よくわかりましたね。死んだって言うからわざわざ。あ、でもそうなんや。そうですね。それ一言目。一言目です。あ、そうなんや、覚えてないな一言目。ちょっと怪しくなってて。今何問。今16問終わりました。16問。はい、あと4問。あと4問。ちょっとどうしたってしかこのままいきたいな。はい、ちなみにヒルル君はね、チョッパーの回想シーンで石松先生に出るんで、そこで読みます。そうなんだ。そういうことですね。なるほど。チョッパーがあいつら海賊なんだって見てるシーンですね。はあ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 。じゃあ次行きます。17問目。道化のバギー。檻から消えたらと能力者か。道化のバギーって言ってる。はい、檻から消えたらと能力者か。はい、いよいよなんかモブキャラ持ってきたか。いや、結構有名っすよ。え、あの人ってやってるですか。言ってもらわないと確認できないっす。ちょっと待って、自信が上がってきたな。一回ヒントだろうな。ヒント、ヒントあった方がいいですよ。過去にコエッキーさんがランキングでこのキャラを言ったことがあります。ただコエッキーさんが結構好きなキャラって言ってた気しますよ、その時。全然好きじゃなかったってことかな、これは。なスモやん。残念、勝ちました。うるさいな。正解はハンニャマルです。まあ分からんでもない、分からんでもないな。この流れで次行きまーす。あー、ロングタウンとちょっと勘違いしてたわ。ギャ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 、息のいい人間なら久しぶりの客人だ。ブロドリーでした。この子もなんかそんなで間違えてきすんだよな。あと何問。あと2問いきます。これは正解するわ。ちょっと2問。そうですね、最後ね、名誉をね挽回してください。めっちゃ難しいやんこれ。落ちて海軍将軍ドレイクか。命を拾いなさったな、マスクの人。ブルージ正解。素晴らしい。本当だと思うよ。最後いきます。やかましいわ。は、終わりました。え、うわ、え、やかましいわ。やかましいわ。え、終わりも。やかましいわ。いや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 、は、やかましいわ。いやいや、それがはじゃなくて終わり、ほんまにそれで。はい、やかましいわ。一応続きあるんですけど、海賊がおるはずじゃ。ガープ。おお、正解。これ10ポイントくらいあるでしょ。いや、0.2 ポイントくらいかな。いや、俺よく今思い出したと思うわ。ウォーターセブン。そう、ラストですね。はいはいはい、素晴らしい。結構いけたんじゃない。
はい、結構良かったんですが、残念ながらこういった4問も間違えてしまったということで、ね、いや、はい、今回は私の勝ちです。悔しいな。青記事は分かったよな、もうちょっと考えたら。圧勝、圧勝か。ちょっとなんかいい問題を作ってきたね。あらっす、これちょっと悔しいわ。もうちょっとリベンジしたいもん。ほほほほほほほ。これ高橋さんも答えれるかな。問題考えるのめっちゃ大変なんですよ。もう私これで半日ぐらい使ってるんで。これ大変だった、これ大変だった。もう1回から91回までブワーって見て超大変。みんなは何問分かったかな。ぜひコメントで教えてね。いや、意外とみんなアニメとかめっちゃ見てる人とか全問正解とかしてる人いそう。ちなみにこれ原作基準の第一声なんで、アニメは違う可能性があります。俺アニメ見ちゃってたから。嘘つく。すぐ嘘つく。すぐいつも原作の方がいいから言うてる。いやいやいや、いきなり遠割さんにコメント出したよ。最初に言ってほしかったな。おっと、原作。ああ、僕はもう東映アニメーション側の人間だ。どうした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 。ああ、やられたやられた。ああ、そういうことか。なるほど。今日の動画が良かったと思ったらぜひ高評価を押してください。僕たちの第1回目のバイキーちゃんの配信の一言目覚えてる？全然覚えてないし。俺も全然覚えてない。どうも東野ですとかじゃないの？了解。ちょっと後で調べてみる。はい、それではまたね。 See you。 チャンネル登録してね。どうも、小焼きです。どうも、トウヤです。そ、トウヤで行くの？だから、トウヤで行きましょう。あ、そう、進めますよ。あ、どうぞどうぞどうぞ。はい、はい、じゃあ本日紹介する記念すべき第1回目の商品はこちら。